エルンスト一世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、リューネブルク公初期宗教改革におけるプロテスタント派の指導的諸公であり、国白公と呼ばれた。父は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公ハインリヒ一世。母は、ザクセン選定公エルンストの娘丸が0手。1512年、エルンストは、母方のおじであるザクセン選定公 フリードリヒ3世のビッテンベルク宮廷に送り込まれ、ビッテンベルク大学でゲオルクシュパラキンの訓導を受けた。エルンストは宗教改革が始まるまでビッテンベルクにいた。1520年、父ハインリヒ1世は神聖ローマ皇帝カール5世から弾劾宣告を受け退位させられ、エルンストは父から公国の支配権をアニオットと共に譲られた。1527年、 兄の位により、エルンスと一世は単独の統治者となったが、リューネブルク公領の状況は良好とは言えなかった。領内は疑いなく宗教改革の普及へと動いていた。一般人にとって宗教改革は貴族と聖職者の特権を制限する格好の機会であり、貴族にとっては教会や修道院の財産を没収して財産を増やす機会であった。エルンスと一世は、 改革を慎重に進めがちだったが、1525年にドイツ農民戦争を口実に、領内の修道院に対して財産目録を提出するよう要求し、教会及び修道院からの税収を増やすことができた。エルンスト一世は、親族のザクセン選定校に対しプロテスタント派に属し続けることを約束していた。1527年、 寮内のカトリック派が隠居中の父を含い、させようとした陰謀にいりつぶして、以降、エルンスと一世のプロテスタント路線は、より強固なものになった。1527年7月、セレの説教師たちによって作成された、最初の宗教規律書が公領内の教会で、採用された。同年8月に開かれた領内の盗賊議会は、神の純粋な言葉は、人間による、 いかなる付け足しもせずに説教されるべきことを決議した。1527年から1530年にかけ、ルター派の牧師たちが、時には、領内の大半の教区や、修道院に送り込まれた。エルンスト一世は1530年に、アウクスブルクに赴き、アウクスブルク信仰告白に、同意の署名をした。エルンスト一世は、宗教改革を領内に、さらに普及させ、 リューネブルク市に宗教改革を持ち込むために改革者、ウルバノス・レギウスを連れ帰った。領内で最も規模が大きく裕福な宗教施設だったリューネブルクのセーミヒャイル修道院は当時の修道院長が1532年に死ぬと同時に改革派の宗教信条を受け入れた。レギウスが1541年に死ぬとマルティン・オンダー・マルクがその後継者となった。 シュマルカルデン戦争の間、リューネブルク公領は一貫してリター派に止まり続けた。1530年以降、エルンツと一世は来た、ドイツにおいて最も影響力のある、両方君主になっていた。改革宗教がカトリック派によって覆されそうになったハノーファーに、レギウスを送り込み、プロテスタント体制を維持させることに成功。ベストファーレンではカトリック派と旧神派の両者を、 抑え込んで恩恵プロテスタント派の支配体制を強めることができた。しかしミュンスターではエルンスと一世の努力は無駄に終わり、やがて再戦礼派が街を乗っ取ることになる。リューネブルク港の影響力はポンメルン、メクレンブルク、荒野白領オストフリースラントにまで及んだ。また、シュマルカルデン同盟に対しても大きな貢献をした。彼はハンブルク、ブレーメン、 ブラウン・シュバイク、ゲッティンゲンなど、北ドイツの有力都市を同盟に引き入れたり、二人で連盟の名主を務めていた、用心深い重邸のザクセン選定校、ヨハンフリードリヒと、強情なヘッセン砲白フィリップが決裂仕掛けた時は、朝廷に成功して、同盟を救ってもいる。エルンスと一世は目的を完遂するため時には、冷酷な方便も使い、自分の地位をより高くすることに熱心であった。 エルンスと一世が死んだ時、四人の息子たちは未成年だった。しかし、リューネブルクのプロテスタント教会は、すでに確固とした基盤を築いており、プロテスタント体制は、摂政統治時代とシュマルカルデン同盟の崩壊の後も生き延びた。後に三男、ハインリヒの子孫は、ブラウン・シュバイク広告を創設、四男、ビルヘルムの子孫、ジョージ一世は、イギリス王位を継承。 ハノーバー朝の祖となった。1528年、メクレンブルクシュベリン公、ハインリヒ5世の娘ゾフィーと結婚、まに10人の子女を設けた。ありがとうございます。